ドワンゴニコニコ生放送ニコニコ生放送は、ドワンゴが提供するニコニコのライブストリーミングサービスである。サービス名に生放送とあるが、これは放送法に基づく放送ではなく、インターネット配信を示す。ニコニコ生放送は、に分けられている。チャンネル及びユーザー性放送は30分ごとの枠に区分けされており、 放送終了1分前を除き延長を行うことで1回ごとに30分の連続配信が可能。チャンネル制放送は最大24時間、ユーザー制放送は最大6時間まで延長できる。それ以上の配信は配信枠の取り直しや予約が必要になる。また、あらかじめ配信を予定する。 ページ枠を設置することもできる含むタイムシフトの事前予約が可能。開始時間設定は5分刻みで可能。その上でさらに細かい配信形態に分かれている。配信するチャンネル及びニコニコミュニティ、ユーザーをフォローすることで番組配信の予約ページ作成や番組配信の開始の通知が受け取れる。配信中の番組及び配信予定番組は フォロー中の番組の一覧から確認することも可能。PC スマートフォン、スマートフォンアプリ、プレイステーション4から視聴することが可能。ユーザー性放送での番組の同時視聴者数に上限はない追っかけ再生機能性放送中の番組を過去の時点に遡って視聴できる機能。使用はタイムシフト機能に近い。遡れる時間はどの時間でも可能だが、 手入力で追っかけ再生の時間を指定する場合、現放送時間の30秒以内の時間からは直接、開始はできない。タイムシフト機能と同様に、追っかけ再生中は、再生速度の倍速、減速が可能。コメント入力など一部の機能が制限される。放送が終了した場合、その時点で追っかけ再生も終了する。 タイムシフト機能性放送終了後でもタイムシフト視聴を許可している番組限りタイムシフト公開期間内であれば放送を視聴できる機能。基本的に生放送終了直後から7日後の23時59分59秒までタイムシフトの公開期間が設けられているが公式配信者側の設定により期限の自由設定も可能。公式性放送は タイムシフト機能を利用する、視聴権が設定されており、下記のいくつかの形式に分かれている。視聴権を使用した時間を起点に、放送実感分プラス24時間を合算した、再視聴期限まで、再視聴可能。視聴権使用時点で再視聴期限が、タイムシフト公開期間を上回る場合は延長される。視聴権は一度しか使用できず、 視聴権使用後にタイムシフト予約表から削除すると、再視聴期限内でも、再予約及び再視聴不能になる。タイムシフト公開期間内であれば何度でも、再予約、再視聴が可能。タイムシフト予約画面では、タイムシフト公開中と表示され、予約一覧では、期限中、何度でも視聴できますと表記される。視聴権を利用しても期限は、上書き延長されない。 一般会員でも事前予約なしタイムシフトが可能なアーカイブ形式。事前に予約した場合は予約一覧にいつでも視聴可能になりましたと表記される。公開期間は2に沿う。1、2に関してタイムシフト期間が設定されていない場合はそれぞれの視聴権利用に沿う処理が行われる。公式性放送は 上記の3ついずれかが設定されている。アニメの配信などでは1、ニュース関連は3、など、放送内容に応じて設定している。ユーザー性放送は放送終了日を基準に1週間、チャンネル性放送は1週間から3週間まで、タイムシフト期間が設定される。視聴権の利用は2に沿う。また、タイムシフトが設定されている場合、配信者側のみ、 放送の映像及び音声データをダウンロードすることができる。タイムシフト中は再生速度の可変が可能。ただし、アンケート機能、放送ネタなど一部の機能が反映されなくなる。一般会員は番組開始30分前までの事前予約が必要である。プレミアム会員は事前予約なく生放送終了後に視聴できる。タイムシフトの最大予約数は 一般が10番組、プレミアムが100番組まで可能になっている。公式生放送においては、ストリーミング配信時の内容に応じて、タイムシフト視聴時の映像差し替えが可能となっており、差し替え作業の間一時的にタイムシフト不能になる場合もある。また、放送後のみの公開を目的として、事前予約の未付加とする場合もある。 コメント表示機能とコメント投稿機能、投稿コメントの色などを設定できるコマンド機能、コメントの NG 設定機能、匿名でコメント投稿できる184コメント機能があるかつては NG 設定機能でのユーザー ID を利用した NG 共有機能が実装されていたが生放送においては2020年夏に AI によるコメントフィルター機能に移管され、 廃止されている。初見などの挨拶から草などのリアクションまでワンタップで放送者に伝えることができる機能。押し続けることでリアクションを大きくすることができる。チャージ制となっており、リアクションごとに消費し、時間経過で回復。一番組に利用できるエモーション数には上限がある。 同様に放送者側も専用のエモーション機能で様々な反応を返すことが可能。2021年8月11日に実装。YouTube におけるプレミア公開のように投稿者がニコニコ動画に投稿する動画をニコニコ生放送で先行公開する機能。設定された動画本編の放送時間前に10分程度のカウントダウンの時間が設けられる。 視聴者と投稿者は通常の生放送のようにコメントすることができ、放送ネタでの引用機能と違い、放送中に投稿されたコメントや来場者数はそのまま動画の方にも反映される。また、配信者が投稿した動画ページの上部にライブ公開が行われる旨がアナウンスされる。生放送でのクリエイター奨励プログラムに登録することも可能。また、 説明文には公開した動画へのリンクが設けられる。放送画面下にある、奨励プログラムに登録を行うことで、クリエイター奨励プログラムの報酬を受け取ることが可能になる。PC 配信は、放送画面の直下の登録リンク、アプリ配信では放送終了後の画面で行える。原則として、放送終了後24時間以内で受け付ける。下記のニコニコ広告。 ギフトも奨励プログラムに加点される。ユーザーがニコニコポイントや無料チケットを使って好きな生放送を宣伝できるユーザー広告サービス。生配信主が宣伝を許可していない生配信など制限はあるが、基本的にニコニコアカウントニコニコポイントを持っていれば誰でも宣伝できる機能である。視聴者がニコニコポイントを使って放送者に演出やアイテム、 スーパーチャットのような文字付けのアイテムを送ることができるギフティングサービス。通常の生放送で送れるギフトとバーチャルキャスト配信で送れる V ギフトがある。ギフト機能を介してプレミアムチケットを放送者に送ることも可能。ゲームやネタを動画プレイヤー株のカウンターに貼ることができるサービス。ニコ生ゲームニコニコ生放送上で放送者と視聴者が遊べる。 ゲーム機能。公式が制作したゲームのほか、RPG アツマールで制作したゲームで遊ぶことも可能。来場者に対して対して最大9択のアンケートを取ることができる機能。ユーザー性放送ではユーザーレベルが10以上になると起動することができる。PC、スマートフォンアプリ、PlayStation4 からユーザー性放送を配信することができる。 PC 配信においては、OBS をベースとした配信ツール N、N a r が提供されている。自動延長機能自動延長機能を ON にすると、番組が終了5分前になった際に、自動的に30分延長できる、ボイスチェンジャー機能配信に流れる性質や声の高さを変換できる機能、マルチカメラ配信 PC ブラウザでニコニコ生放送を配信中に、 スマートフォンでニコニコ生放送アプリを起動するとスマートフォンを PC 配信のサブカメラとして利用することができるようになる機能バーチャルライブ配信アンドロイド版ニコニコ生放送アプリで利用できる 3D データ投稿サービスザシードオンラインと連携することで公開されているアバターを利用して配信できる機能放送内容に関連したキーワードをタグとして追加することで 関連した生放送を紐付けられるサービス。1から18文字で入力可能で1番組最大10個まで設定可能。放送者は視聴者に編集させたくないタグをロックとタグを編集させるか選択することができる。また、放送者個人で設定できる放送者の好みタグがあり、視聴者の放送者の好みで探す一覧からマッチングを行う。 こともできる。代表的なタグ現在コメントをしている視聴者が多い番組を集計した生放送中ランキングタイムシフト予約数を集計した番組予約数ランキング放送時に多くの視聴者からコメントのついた番組を曜日ごとに集計した過去の番組ランキングがある。公式放送とチャンネル放送の番組スケジュールを確認できる。 番組表成放送視聴ページのタイトル横にある、よりコメント通報、番組通報、タグ通報をすることができる。突起事項のツールアプリについて記載する。配信内で、コメントビューアーなどのツールが使われていることがあるが、上記以外のツールに関しては、運営が直接関与していないものが大多数である。そのツールは、一般的に、非公式ツールと呼ばれている。 非公式ツールを使うのは自己責任ではあるが、制作者が運営による注意等を受けることがない。また運営ミーティングなどの生配信でも、その存在についての質問や広行きのインタビューで、会社内の立場がほのめかされている通り、公式にはサイトに害を起こさない限りは認可も、 しなければ排除もしないという立場を取っている2019年11月1日、東京建物ブリリアホール内の晴れ座池袋にオープンしたサテライトスタジオ。2019年に運営を終了したニコニコ本社、ニコファーレの後続施設。施設自体には巨大ディスプレイがいくつか設定されており、野外での映像中継やイベントにも対応。 スタジオ内では巨大 LED ディスプレイやワイヤレスヘッドホンに対応したダミーヘッドマイクなどを備えておりニコニコ本社同様に公開収録が可能2010年12月から2019年7月末までドワンゴが運営していたサテライトスタジオとアンテナショップカフェを併設した複合施設なお原宿時代にはニワンゴの本社所在地となっていた時期もあったが ドワン語の本社機能が同地に置かれているわけではない。原宿時代ニコニコの新たな情報発信地として、原宿にニコニコ本社を設置、ニコニコ生放送のスタジオやショップ、カフェを中心にニコニコ動画ユーザーの交流場所として使われた。1階がサテライトスタジオであり、公式生放送の一部がこのスタジオから放送されている。一部の放送は、 観覧可能な状態となっている。また、2.3階や建物の外観には、放送を映したモニターが設置された。地下1階が、控え室、楽屋等に当てられるが、その部分は、観覧不可である。2010年12月27日にプレオープンし、当日は、生放送を利用したイベントも行った。グランドオープンは2011年4月9日。 有名な生主によるユーザー性放送を行うサービスも検討され、後に3回、T-ROOM2525 ではユーザーが生放送を行うことができるスペースが設置された。T-ROOM2525 のブース以外の場所でユーザー性放送を行うことも認められていた。ニコニコ大会議員札幌での広行きの話によれば、12月まで、 工事が始まっていなかったらしく、年内にオープンできるかも微妙な状況だったらしい。2010年12月31日23時30分からは、正月限定企画として、ニコニコ神社を本社ビル付近に設置し、その模様はリアルタイム線配信された。その後2011年3月23日からは、ニコニコ神社 沖縄国際映画祭が、沖縄国際映画祭のニコニコブースに設置され、前回同様、リアルタイム性配信された。沖縄国際映画祭のニコニコ神社で集まった、再選はニコニコ募金を通じ東日本大震災、被災地支援のために、寄付されるとしている。2012年秋には、愛知県名古屋市中区の東急ハンズアネックス店9階に、ニコニコ本社出張書院。 名古屋アネックスをオープンした。移転リニューアルのため、2014年1月3日をもって閉店した。建物自体は、神宮前115ビルの名称で残り、現在は各フロアに、店舗等が入居している。池袋時代2014年4月28日、パルコが、池袋の P パルコを、同年秋に、全面リニューアルするのに伴い、新たにニコニコ本社を、 キーテナントとして誘致することを発表した。2014年10月18日から24日の特別内覧会を経て、10月25日に移転オープンした。池袋 PE パルコの地下1.2階の2フロアを使用し、地下1階にはニコ生対応のサテライトスタジオ、ニコ袋スタジオ、地下2階にはカフェ、ニコカフェ、イベントスペース、ニコニコショップが設置されていた。 特に、メインスタジオの、ニコ袋スタジオは、同ビル正面玄関上の外壁モニタと接続され、放送の模様が随時モニタで流されていた。2018年8月26日、ニコカフェ内の生放送バーカウンターの営業終了に、伴い、ニコニコ本社での、あちらのお客様システムの利用が終了となった。2019年7月末をもって、営業を、 終了、ニコニコ本社は、約9年の歴史に幕を閉じた。2011年7月から2019年7月末まで、営業をしていた東京都港区六本木7-14の23ラウンドクロス、六本木地下1階に存在したドアンゴが、運営していた、ライブハウス。会場を360度囲んだ、高輝度 LED モニターや、 リアルタイムで撮影している映像に CG を重ね合わせて合成する機能、イベントをネットで視聴しているニコ生ユーザーのコメントがニコファーレのモニター流れる機能、モニターに蛍光色のコメントを表示させるサイリウムコメントなど様々なシステムを持った施設だった。主にニコニコ超会議の発表会やネット投手討論、ボチャニコナイトなどのニコニコ生放送のイベントと ニュース女子などのテレビ番組収録で利用されていた。2019年3月まで、東京都千代田区麹町2-2-4麹町、セントラルビル2階に存在したドアンゴが運営していた、収録スタジオ。将棋関連番組や記者発表会などニコニコ、生放送の番組収録で利用されていた。競馬競輪協定ユーザー制放送機能を、 使用レギュラー番組レギュラー番組不定期番組海外テレビ番組アニメ舞台ミュージカルオンライン史社会公開前の映画の全編映像などを公開している配信配信頻度は不定期である権利の関係からタイムシフトなし人数限定での配信がしばしば行われるスポーツ中継動物中継その他番組世界の新着動画これは厳密には 生配信ではないが、ニコニコ生放送に搭載された動画再生やアンケートのコマンドによって、機能を生放送プレイヤーが動画を再生し、アンケート的偽挿入することで視聴できる。略称はセカチャック。配信時間は19時から翌2時30分まで、各カテゴリー1時間の配信枠を使っている。ただし、R-18 のみ30分間の配信枠となっている。 ニコニコ動画に投稿される動画で注目されず、渦漏れていく作品を少なくしようと企画された。新着動画をカテゴリーごとにランダムに抽出し再生していく。この配信もクルーズと同様に延長アンケートがある。過去1週間分はタイムシフト機能で閲覧可能。ごく稀にイベントとして日に一枠程度。 書きジャンルを別のジャンルに変更することがある。これまでに行われた特別番組は、新国際ニコニコ映画祭作品上映会、時代の世界の新着動画、時代の世界の新着動画、ニコニコ広告記念放送、世界の怖い動画など、全10番組ある。2010年3月28日からは毎週日曜17時から19時まで、毎週日曜から、 土曜の一週間に紹介された世界の新着動画の中でアンケートの結果で最後まで再生された動画を紹介する週刊世界の感想動画がスタートした。うんそいニコニコ動画ゼロにバージョンアップしたと同時に始められたサービス。2017年5月17日にサービス終了。ニコニコ動画に投稿された動画の中で特定ジャンルのものを プレミア会員と自動によるリクエストという形で24時間紹介配信するというもの。配信される動画は低画質モードでエンコードされたものになる。対象となるものはボーカロイド、東方、ニコニコインディーズ、歌ってみた、演奏してみた、PV。それ以外に1週間以内に投稿された上記チャンネルに該当しないものを中心にジャンルを問わないオールジャンル。 ホタルの光が流れる、ホタルの光、夏季限定として、オールジャンルの代わりに恐怖階段を中心にした、ホラーなどがある。配信される動画については、マイリスト登録や、グッド、スキップリクエストが送れるようになっている。運営が公式公認している、R-18 公式戦配信ページ。2011年10月にニコニコ生放送 R18。 そして開始されニコニコアダルト生放送への名称変更を経て2015年6月30日に終了番組内容はムーディーズマドンナパラダイステレビトマ SMM キシティモモタロウの提供によるオリジナル番組とピンクパイナップルによるアニメ上映会が配信されていた公式なので上半身のみの露出は許容されている2019年7月から みんなのおもちゃリブートとして再開。ありがとうございます。